結婚相手を見分けるときはうのトーンを聞くといいんです。いいです。人は会話中にこう無意識的にうんって反応するんですね。とか言うのが、これ可愛いっていうおっさんがね、うんって言ったらもっとだから分かるやろ、俺が言うてる意味。どういうことですか。そういうことですね。あ、それも、はい、違うんだ。止めてくださいよ、違うんやったら。なんでここまでサンちゃん泳がしたの。どうも。そんな優しい仕分けはいりません。あ、うん、美味しいとかですね。言いますね。はい。うん、なるほどとか、うん、綺麗とか言いますね。なるほど。うんです。うんの中には人間の本音とか感情が強く反映されるんです。結婚する相手にちょっと面倒くさいお願いをしたとします。はい、その時の返事を、うん、分かった、やっておくねとします。はいはいはい。はい、で、もし相手に続婚で、あの相手のためなら火の中水の中何でもできるよっていう人であれば、うん、分かった、やっておくねって、うの部分が高音になるんですね。高い音が出るんだ。相手にちょっと冷め始めてたりとか、あの、分かる分かる、あ、そうなりますと、うん、うん、分かった、やっておくねって、うん、うの部分が、結婚した人分かる。最初うん分かったとか言うのを、うん分かったっていうことですね。でうんを見るとうんのトーンを聞くだけで、あの本当の気持ちが反映されます。分かるんだ。ですので、あのうんそうだねって常に高いうんを意識していくと、あの相手にもポジティブな感情を与えることができますので、だからあの、はい、女性の方自然とあのうんとかなってしまうけども、気をつけて、そうですね、うんっていう時は幸せが来るということなんだ。そうです、そうです、はい、2つも OK いらないから。